でかいでかいでかい、ほら。うわぁ、取り返す、なんだ、くっしゃー、これをかけられてる、よっしゃこんにちは、あるいはこんばんは、ユアンドツリブですって言ってくれちゃった、ユアンド委員長ですまあこれをしてるということは釣りの話をするわけなんですけども、まあ言うたらですね、釣りの話なんですけども、僕はですね、釣りのリールは全部ダイワーしか使ってないんですよ。でね、こう、まあ、師匠がアッキーじゃん。でアッキーから回してもらったリールとかもあって、まあそれがね、このこれこれなんですよね。セルテートのすごい一番古い型なのかな。ちょっとこのスプールだけ変えてあるんですけど、これを一つ点や用にずっと愛用して使ってたんですよ。で、言うたらね、その、まあ、いっぱいメーカーありますけど、まあ、2大メーカーといえばシマノとダイワな感じなんですけど、その、まあ、シマノのリールってすごいいいんですよ。で、リールっつうのは、まあ、こうやって巻き取るんだけど、逆にはこう、なんないになってるじゃん。で、このなんないでグッと踏ん張ってても、ここって回っちゃうんですよ。糸巻いてるところ。で、その糸を滑らして出すんですよ。滑らさないで完全に固定してると、ブツンってすぐ切れちゃうんで、その抵抗をかけながら糸を出すんだけど、ダイワのリールって、一回グッと踏ん張ってから糸が出る。どっちかっていうと。シマノって踏ん張ってんのっていうぐらい、ズルルっと出てくるんです。ちゃんと締めてても。その、ムラがない。出るんで、そのね、繊細なね、こうドラグの設定をしてこうやるにはシマノがいいみたいな、ね、こう言うんですけど僕は絶対ダイワしか使わない。でもうね、心を決めたね、俺はダイワに捧げるぜっていう。でね、でこれがそのすごい使いやすくてめちゃくちゃ気に入って使ってたわけです。そのアッキーからいただいてですね、お金を払ったかタダでもらったかちょっと覚えてないんですけど、アッキーが一つ手にめちゃめちゃハマってて、その当時ね。で、その時にこう買ってたやつなんだけど、アキオスペシャルチューンが施されてるんです、これ。なんかよくわかんないんですけど、僕そういうの全然わかんないんで、車のチューニングとかと同じぐらいこういうのわかんないんで。で、まるでシマノみたいになってる。じゃあシマノ買えよって話なんだけど、まるでそのドラグがグッと踏ん張らずにこうサラサラサラっと出ていくようにこうなっててですね、とてもね、いい。もうこれでね、ほんと何キロの鯛を何匹釣ってきたんだろうぐらいいいんですよ。なんだけど、とうとうですね、やっぱすごい古いんで、オーバーホールとかこう出してたんだけど、とうとうね、このこっちにしかこう回らないのがここにこうスイッチがこうついてんだけど、通常はこれで巻き取るんだけど、こっちにもこうやってロックをしてれば回らないんですよ。ロックしてんのに逆転するようになっちゃったわけ。それでね、こうやって魚をさ、バンって針で顎の骨を貫通させるんだけど、その時にゴンってやってるのに逆回転ブルッてしちゃって、何匹も魚逃すようになっちゃったんですよ。で、あ、もうこれダメだなってなって、またそのオーバーホール出したんですよね。そしたらね、まあキャスティングで出すんだけど、電話かかってきて、今回もうちょっと機種が相当古いので、もう部品がありませんと、部品を作ってないのでちょっと直せませんっていう回答だったんですね。ふざけんなと、最後まで面倒見てくれよって思ったんだけど、まあでも新しいのも出てるから、そんなずっといつまでさ古いの使ってたらさ、ね、商品が売れないじゃない。それもう全くシステムが変わっちゃってたら、それはそういうもんなんだろうけど。で帰ってきたわけね。で、あ、直らなかったですかと。まあもちろん料金も無料だったんです。直せてないので、この必要なパーツがないから。そしたらそのなんか、まあ、もっちゃもう使えないじゃんってなって、そのまま帰ってきた袋に入ってたままだったんですけど、紙切れが1枚入ってたんですよ。ちょっと後に気づいたんだけど、ダイワからのお手紙が入ってて、もうまあこの度このセルテート何号みたいなやつを長年愛用していただきまして誠にありがとうございましたというお礼の言葉が入ったわけ。まあ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 そうなんだと。
まあそれはね、定価で買ったのは大きいですけどね、お礼の言葉が入ってて、でなおかつこれできる限り治ってんの、やばいでしょ。ただでそんなことする？お金だから1円も払ってないけど、できる限り直した状態でただで返してくれたの。だってさ、その送料だってかかってるでしょ。それはそのね、キャスティングからさ、台湾の工場に送ってるわけだから、いやこんなんされたらずっと台湾使うでしょっていう気持ちになりましたよ。だから僕はね、台湾をもう使おうと。だからアッキーが台湾を使ってるから、何も知らずに台湾を使い始めたっていうのがスタートなんだけど、まあそんなことしてくれる会社だなんだなっていうことですね。まあ僕らもね、まあ僕は整体師だから、人のこういうのを直すんじゃなくて人の体を直したりするんだけど、まあそんな、なんかメニュー外のものを施術しなきゃいけない時とかも、大してつか全くお金取らなかったりするんですよ。骨盤矯正の値段の中だけでやっちゃうと。まあそういうことを、同じマインドを感じたよね、台湾にね、ということです。そういうふうにこう、なんつうの、お金じゃない仕事してくれるっていうのに自分との共通点を感じたね。ユアンドイズム、台湾に流れてたね、ということです。そういう生態院でありたいということで、まあこれね、見てお分かりの通りなんですけど、まあこれ台湾じゃないんですけど、見てお分かりの通りなんですけど、釣り動画の行き来のやつの、前後のやつの動画のついでに、台湾が素晴らしすぎるということをぜひ伝えたかった。はい、お金だけで商売しちゃダメだよと。ね、そういうことですよ。愛だね。愛。自分のとこの商品長く使ってくれて本当にありがとうございますっていう、その気持ちを感じましたよね。僕は台湾しか買いません。リールはね。ということです。ということです。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。キモ。